y サピックスは主に中高一貫校に通う中学生及び高校生を対象とした大学受験塾。英語、数学、国語、社会、理科、小論文の大学受験に必要な科目を開講している。中高一貫、中学生コースは口述するネクサスを源流とし、サピックス中学部と同じく旧サピエンス研究所の流れを組む。高校生コースは 旧来の代々木ゼミナールを中心とした運営である。以前は、ネクサスの名称で、中学生、高校生を対象に、大学受験指導を行っていた。渋谷の一校舎のみで指定校生でなくして東大、等の難関大学に多数合格者を出している、実績があり、特に英語の評価が高いと言われていた。その後、横浜公開校は断念したものの、 比較的渋谷に近いタマプラーザにサピックス中学部と校舎を共用する形で進行を開校した。サピックスとの中高一貫を全面に打ち出し、人材や資料を一本化するという観点から2007年2月にグループの組織を改編し、サピックス高校部ネクサス渋谷に名称変更した。さらに、明大前、浦和等の進行を開校したほか、 y サピックスの全国展開化により、現在は38校を展開している。2009年9月、代々木ゼミナールの関連会社である、日本入試センターが、サピックス中学部、高校部を運営するサピエンス研究所の全株式を取得し、子会社化。翌10月に代々木ゼミナールとの共同開発により、東大現役合格を目指した y サピックス東大館を開設。 2011年3月には医学館と兄弟館を開設するとともに従来のサピックス高校部は Y サピックス高校部に中高一貫校を対象とした R サピックスは Y サピックス中学部にそれぞれ改められた2011年10月から翌2月にかけての再編で運営会社は日本入試センターに一本化されたさらに2012年度の組織改編により高校部は 高校生コースに、中学部は、中高一貫、中学生コースにそれぞれ解消されているほか、医学館は、東京校に、兄弟館は、梅田校に、校名変更された。2013年の再編では、代々木ゼミナール高校生コースに再利用する形で、本部校が閉鎖された。2014年の再編で、高校生コースの立川北口校池袋校を閉鎖し、 中高一貫、中学生コースの小木久保校、三鷹校、国立校を閉鎖している。そしてそれらの校舎を移転、吸収する形で、中高一貫、中学生コースと高校生コースを併設する、吉祥寺校を新規開校した。また東大館に、中高一貫、中学生コースを新規開校した。2017年にクラスマイスペースサービスを開始。 スカイプフォービジネスを活用し、自宅で Y サピックスの授業を対面授業のように受けられる学習環境を構築。一時期は38校に上る校舎を展開していたが、2020年の再編で不採算校舎を大規模に整理し、現在では下記の6校舎のみとなっている。ありがとうございます。